ルキウス・ユニウス・ブルトゥスは、共和制ローマ初期の人物。共和制の創始者、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスの子であり、弟には、中正行動を共にしたティベリウスがいた。紀元前509年、トーブルトゥスは、ルクレティアの領辱を端緒として、ローマ王、タルク・イニウス・スペルブスを追放、王政を廃止し、元老院を中心とする、共和制を創設する。これに対して、 上流階級の若者たちの間には昔の自由気ままさを懐かしむ声が高まっていた。そこへ追放された王の施設が財産返還を交渉しにローマへ到着すると元老院が対応を協議する間若者たちへ内通の根回しを行い、これにウィテッリウス兄弟とアクイリウス兄弟が参加した。ウィテッリウスの姉妹の一人はブルトゥスに嫁いでおり、 息子ティトゥスもおじたちによって計画に引き込まれることとなった。陰謀は奴隷の通報によって明るみにで、これを受けた元老院は財産の返還を拒否し、市民に略奪を許可した。リウィウスによると、カンプス、マルティウスはこの時没収された、タルクイニウスの土地だという。陰謀に加わった者たちは、死罪とされ、ティトゥスも父ブルトゥスの前で処刑された。 通報した奴隷には、報奨が与えられ、さらに市民権と自由を得て、ローマで初の解放奴隷となったという、ありがとうございます。